はい、小川真紀子です。本日は20話後フェイスラインをスッキリする方法ですね、お伝えしてまいります。以前の私の顔ですね、まあ、こんな感じで約15年以上前ですね、まあ、こんな感じだったんですけれども、もしあなたが20話後やフェイスラインですねで悩んでらっしゃったとしても、適切なアプローチすればしっかりお顔は答えてくれますので大丈夫です。では早速ですね、20話後フェイスラインスッキリする方法参ります。簡単2ステップですね。何かというと、ステップ1はまずほぐします。ほぐしがステップ1ですね。でステップ2が鍛えるになります。ほぐしてから鍛えるが大事になります。はい、ではまずステップ1のほぐし方です。はい、ですね、20話後の方ですね、この顎下のこれですね、フェイスラインのところが詰まってる方が非常に多いです。ですので、まずこのフェイスラインですね、こう老廃物がこうふーっと流れていく道を作ります。で方法としては、親指で、顎裏にぐーっと骨にこう沿わせてぐーっとですね、老廃物溶かすような形でぐーっと中にぐーっと入れていきます。で指が入りづらい方はちょっとこう揺らしてぐーっと中を指圧していきますね。これは骨格のアプローチではなくて、骨にこう沿わせてぐーっと中にぐーっと入れて道を作っていきます。こうですね、ぐーっと。でこの時骨を押してしまうと顎が前に出てしまいますので、骨ではなくて骨の際にぐーっと指を入れてぐーですね、このフェイスラインの道を作るような感じですね。固まってるのを溶かすようなイメージでぐーっとしてあげてください。顎先から全部ですね、フェイスラインにぐーっとしてあげます。で細かく、指がこう入ってきたなですとか、なんか老廃物溶けてきたなっていう感じがありましたら、ぐーっと、はい、入れまして、また隣にこうずらす感じですね。こまめに動かしていきます。でこちら詰まってる方は非常に痛いと思いますが、優しく、爪だと肌を傷つけてしまうので、爪ではなくてこの指の腹ですね、ぐーっと中をこう溶かしていくようなイメージで、少しずつこの骨のところ最後までぐーっと入れていきます。風呂入っている時とかは体のめくりがいいので、よりほぐれやすくなってますので、風呂入っている時とかはすごくよろしいかと思います。こうですね、先端からここまでに、ここまでゆっくり溶かしていきます。で指はどれぐらい入ったらいいのかなんですが、そうですね、これぐらいですね、まあこの爪のここですね、これぐらいはぐーっと中に入るといいですね。うん、固まってるとこれはすごく痛がります、皆様。はい、なんですが、ここが滞ってるともう老廃物がさらに流れていかなくて停滞して固まって、またフェイスラインドヨーンとしてきますので、ここぐーっとちょっとずつずらしながらぐーっと、まず道を作ってあげてください。この段階でフェイスラインがぐーっとすっきりされている方は、ちょっとこう詰まってた方ですね、でうまくほぐれているサインにもなりますので、こちらぜひまずほぐすですね、してあげてください。で反対側もですね、はい、では左右ですね、こうほぐした状態ですね、ほぐしました。で次の段階ですね、次の段階は、ですね、顎裏のこの筋肉もほぐします。で使うところはここですね、グーにしていただいて、この先端で、ちょうど顎裏ですね、顎裏にこうここに筋肉がありますので、これをグッと捉えて横に動かします。グーッと、この筋肉も凝り固まっていると20話後の原因になります。ですので、この、ちょうどここの顎裏の筋肉ですねをほぐしていってください。こうですね、ほ
ほぐします。はい、ほぐしましたら次またほぐす段階なんですが、グーにしてこの骨に骨格に当ててグーッと、骨に当ててグーッと骨を刺激していきます。フェイスラインですね、先端はこの挟むような感じで顎先ですね、こう動かしていきます。細かく細かくですね。でこの時の注意事項は摩擦ではないってことです。肌の摩擦をしてしまうと肌痛めてしまうので、絶対ダメです、絶対ダメです。ではなくて骨に当ててから動かす、骨に当ててから動かすですね。当てたまま動かす、骨に当てて当てたまま動かすを繰り返していきます。この最後までですね。で広い面はグーのこの平ら使っても大丈夫ですねっていう感じですね。骨にも老廃物が付着します。それをこの手技でフェイスラインですね、ほぐすことによってグーッと流れる道になりますので、そうですね、シューッと作っていきます。でこれも細かく細かくですね、骨全体のラインをグーッと刺激していきます。次はステップ2ですね。ステップ2です。ステップ2は下の位置を正しい位置に置くということが大事になってきます。はい、こちらはですね他の動画でもお伝えしてるんですが、下がですねベロが下にあるとこうですね、二重顎の原因になります。はい、でこの状態でそうですね、男性の方結構多いんですが、パソコンとかですねデスクワークでぐーっとこう猫背になって集中しているとこういう状態になりますね、でプラス下の位置が下にあるともうこうなります。こうなるともう老廃物が流れていく道がこう塞がれているので、もう二重顎になる悪循環に入ってしまいます。ですので下は上に必ずくっつけたままですね、上顎にペターっとくっつきます。で歯にぶつけると歯が出てしまうのでではなくて、上顎にペターっとくっつけます。で下の位置が下にある方はちょっとこれ大変かもしれません。下も筋力ですので、下の筋力が余って下に落ちるとここにこう溜まって二重顎の原因になりますし、あとこの上顎ですねの骨もこう支えれないので下がってしまって顔が長くなる、顔下半分特にですね長くなる原因にもなってしまいますので、下はちょっと上にふっつけて常にこの状態でいることを意識してあげてください。先端だけではなくて下全体上にベターと、歯にはふっつけないで上顎をベターと下から支える感じです。はい、これが鍛えるですね、鍛えることになります。こちらを常に意識していますと、無意識レベルでも上にこうつけることができるようになってきますので、ぜひこちら意識してあげてください。本日の動画はいかがでしたでしょうか。小顔デザインについて限定動画ですねプレゼントしております。関連動画もですね概要欄にこちらリンク貼っておきますので、こちらもぜひご活用ください。とですね、動画気に入っていただけましたら、ぜひですねチャンネル登録していただいて、いいねボタン押していただけると非常に私喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日は二重顎フェイスラインをスッキリする方法ですねお伝えしてまいりました。本日もありがとうございます。